アコースティックギターマガジンを読んでいらっしゃる皆さん、毎度ドクターキャピタルです。今日はセカンダリドミナントの話をしよう。いつもと同じく動画では簡単な説明と全エグザンプルの演奏をします。雑誌の方に載ってる細かい説明やコードダイアグラム、五線譜、タブ譜などと合わせて練習してみてください。ほな早速弾いてみよう。エグザンプル1のコード進行でどれか周りより目立つコードはありませんか？もしあると感じるなら、その目立つコードはセカンダリドミナントかもしれん。曲のキーに含まれる7つの音をダイアトニックといって、 C メジャーの場合ダイアトニックの音が C メジャースケールの音、ドレミファソラシドになる。そしてダイアトニックのコードは1、2、3、4、5、6、7、1、Cmajor、Dminor、Eminor、Fmajor、Gmajor、Amino、Bdiminish、C メジャーになります。1番目の C メジャーはトニックコード、手話音。で、5番目の G メジャーはドミナントコード、俗話音と呼ばれる。エグザンプル3ではこの7つのダイアトニックコードをギターでよく用いられるフィンガリングで弾いてみよう。それから作曲の練習としてダイアトニックのコード進行をいろいろと作ってみよう。キーは C メジャーやから、トニックの C は入れたいけど、あとは自由や。ダイアトニックではないいわゆるノンダイアトニックのセカンダリドミナントはどう違うか弾いてみて実感してみよう。まずはセカンダリドミナントの作り方やけど、実はごく簡単なトリックですぐに作れる。 C メジャーキーでは C、F と G はメジャーコードで、残りはマイナーかディミニッシュや、 D マイナー、E マイナー、A マイナーと B ディミニッシュ。セカンダリドミナントを作るには、この4つ、もともとメジャーじゃなかったコードをメジャーに変えるだけや。作曲の練習をもう一回しよう。しかし今度は一つだけセカンダリドミナントを取り入れるコード進行を作ってみよう。もちろん一つだけ使うルールはないけど、最初はダイアトニックのコードが多い前後でセカンダリドミナントの表現力を試すのが効果的な練習やと思う。
セカンダリドミナントを1個入れるだけでもコード進行のその時が特別に輝く効果がありますね。それがなんでかな。では表現効果の秘密をバラしましょう。まずドミナントの力を探ってみよう。 C メジャーキーならトニックの C メジャーコードは最も安定しているサウンドになる。それに対してドミナントの G コードには強さや動き、ある程度の緊張感を表現している。その緊張感の一つの理由はドレミファソラシ、この C の音の持つ緊張感が入ってるからや。ドミナントトニックのコード進行にはC ドという気持ちいい緊張解決と達成感がある。ルート音の動きも注目しよう。ソド、これが完全4度上の進行。1234ソラシドやけど、ドソ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 ド、このソドにも説得力あるな。さらにドミナントトライアド G メジャーではなくてドミナント G セブンスに変えると C メジャースケールでもう一つ比較的不安定の音ファーが入ってる。ドミナントセブンスからトニックのコード進行やったらファーミーというのも気持ちええねん。まあ今の話がかなり濃くて耳だけでは内容が 100% 入ってこないやろうし、ぜひ雑誌に載っている楽譜と細かい説明をチェックしてな。はい、ほんならセカンダリードミナントはどうなるの。今度は C メジャーキーでコード進行3から6を弾いてみよう。 Em、Am、 素敵な進行やし、ルートの動きを見たらミラミファソラ1234、また完全4度上に進行してる。でも緊張解決というより Em も Am もどっちも普通に C メジャーキーの中のダイアトニックマイナーコードって感じや。しかし Em を E メジャーに変えると構成音の3度ソーがソシャープに変わる。お、ソシャープは C メジャーキーに入ってへんからソシャープ変わってる音に聞こえて緊張感を表すんや。これがセカンダリドミナントやねん。セカンダリドミナントの分析をして書くときは何々分の5と書くねん。 E メジャーコードが Am に進行したいセカンダリドミナントやから5 of 6という。他のセカンダリドミナントも同じような仕組みと表現効果になる。ちょっと連続で全部弾いてみよう。まずはドミナントトライアードで。またドミナントセブンスで、ドミナ
ナントセブンスを使うにあったら、もう一つ代表的なセカンダリードミナントがある。5-7 of 4。C メジャーキーで、C メジャーコードから F メジャーコードは、1-4 の進行やな。また C メジャーコードに、ダイアトニックの超7度、メジャーセブンスを加えるなら、C メジャーセブンスから F の美しいダイアトニック進行になる。しかし C メジャーにノンダイアトニックの単7度をつけたらセカンダリードミナントコードになる。 C フラットの音が不安定やから緊張感を出してくれる。この場合は 5-7 of 4 になります。なあ、ほないよいよ最後やけど、伴奏にセカンダリードミナントコードが出てきた時、メロディーやギターリフソロはどうなるの？普段オールダイアトニックのコード進行やったら、Cメジャースケール一発でいけるけど、エグザンプル1のコード進行のループを聞いてみよう。 E メジャーのセカンダリードミナントコードの時、コードの構成音のソシャープが C メジャースケールのソーとぶつかるかもしれん。気にならなければ A でそのままで。でも気になる方やったら E コードの時だけE フリジアンドミナントスケールに変えるとぴったりハマる。他のセカンダリードミナントでは、どのスケールを使ったら一番自然にはまるかというと、基本的にはキーのダイアトニックスケールを元にして、セカンダリードミナントコードのノンダイアトニックの構成音だけ反映することが無難や。そうするとこんな感じになる。キーは C メジャーで、5-7 of 4はミクソリディアン。また5 of 5はミクソリディアン。5 of 6はフリジアンドミナント。5 of 2は 9th コードが望ましいときはミクソリディアンフラット6。またフラットナインスが望ましいときはフリジアンドミナント。5 of 3はフリジアンドミナント。まあそれぞれ違ってちょっとだけややこしいけど、これ一回覚えるとずっと安心して使えるから、やってみ。ほなまた次回。